シャンテルです。来ました、チャンテルの一人ごトークです。いや、久々にね、今日は家で撮影をしますんでね、ちょっとここ最近結構いろんなところで撮ってたんで、やっぱね、なんか家で撮るのはね、ちょっとこう抵抗いるというか、なんかまあ、こう爆発力がちょっと欠けちゃう。こう家なんで、こうルームメイトがね、聞いてるかもしれないから。まあ、そんな感じでやっていきますんで、よろしくお願いします。で、先日、募集したね、ちょっと近日公開なんて言ってたんですけど、だいぶ遅くなっちゃいました。ですね。なんつったっけ、なんていう募集したっけ、あなたは何フェチっていうね、トークテーマを募集しました。今日はそれについてお話ししていこうかなと思っております。では早速コメントを返していきます。ダメだ、なんか家だとちょっと。それでは、はい、男性からです。お肌 100%、 まあ、ここでどこのお肌が好きかにも寄ってくるんで、まあね、チャンテルはお肌のこの二の腕と内ももがもう最高にたまらんね。特に白い肌、なんか血液って赤じゃないですか。赤で、肌って白じゃないですか。で、その赤と白を混ぜるとピンクになりますよね。やっぱね、肌の白い人とその血液の赤で混じってほんのりピンクがかってるこの二の腕と内もも、もう大好きです。もう大好きなんです、このお肌 100%。 いいね、すごく共感できます。こうね、やっぱマニアックなことはね、もっともっと話したいんだよね。声を大にして喋りたい。まあ時間もあるんで次いきます。ケツか、チャンテルね、そんなにね、こうケツにあんまりこう、まあ魅力を感じないって言ったら嘘になるけど、まあパーツを、女性のパーツを選べって言われた時に、じゃあ3つ選べって言われた時は、まあね、ケツは出て入ってこない。ランクインしない。もう表彰台上がれないです。ケツはな、5位ぐらいかな。ちなみにチャンテルの、まあ、こんな話誰が聞いて得すんねんってところなんですけど、まあ、チャンテルの、まあ、女性の好きなポイントお伝えします。じゃあ3位からいきますね。3位、おっぱい、第2位が二の腕です。二の腕で、第1位、今お話にもあった内ももになりました。いや、もともとチャンテルね、二の腕が1位だったんですけど、やっぱね、こう人っていうのは見れないものに見たいっていう欲が出るじゃないですか。でね、チャンテルね、前までその二の腕が好きだったのは、やっぱこう街で普通にこう二の腕って見れるじゃないですか、こうやってね。でもそのやっぱお守りと一緒で、例えばこういうお守りね、こうお守りと一緒で中に何が入ってるかわからない時って、こう見たくなるじゃないですか、開けたくなるとかね、っていう感覚で、内ももって普段なかなか見ることできないんですよね。だからやっぱそこをこう見てみたいっていうチャンテルの欲が出てくるわけですよ。だからやっぱりね、珍しい、内もも見れるってことはやっぱそれなりにね、段階、これな、前のどっかの放送でも言ったな、こう段階を踏まないと内ももっていうのは簡単に見れないんで、まあ、そこがね、第1位に食い込んだ理由です。覚えててください。3位がおっぱい、
2位が二の腕、3位が内ももです。ではいきます。続きまして、あーすごいね、男性はねやっぱ肌とケツとかね多いけど、女性はこう多い、よく聞く、ちゃんと読む。ですね、まず一人目、首の匂いフェチです。これ別に体じゃないんだね、全身じゃない、首なんだね。でもだから香水つけてる匂いなのか、それともその人本人の元々の体臭なのか、そこちょっともっとね詳しく今度僕とディスカッションしましょうよね。でもね、女性でも、女性と男性の相性って結構匂いってすごい大事らしくて、例えば本当にこう相性のいいね、体的に相性のいい人っていうのは、仮に他の女の人がこの人の匂い臭いって言ったとしても、その人もう一人そのみたい彼女がね相性が良かったら、周りは臭いって言ってもその人は臭くても嫌な気分にならないんですよね。うん、らしいですよ、そういうもんならしいです。で最近気づいた匂いフェチ、これフェッチってなってますけど、フェチ匂いフェッチいいね、フェッチってまた響きが可愛いですけどね。うん、まあ女性は匂いフェチ多いね、だから香水とその人の体臭でまたねこう香りっていうのは変わってくるから、シャンテルはどんな感じなんだろうな。まあまあいいか。続きまして、筋肉フェチ、これ男性から来てるんですけど、筋肉フェチってことはこの人はゲイなのか、はたまたまあただ自分の筋肉が好きなのか。でもねこれちゃんと分かるんですよ、分かるな、筋肉フェチ。こう筋トレとかやってるとこうやっぱムキってなってくるわけですよ、こうやってたらこの努力の塊たちがね身についてくるんですけど、やっぱそれをこうね日々見れるっていう、まあやっぱまあちょっと筋肉に関してはごめん、何にも語れない。いや語ろうと思ったんだけどちょっとダメだった、ここカットでいきます。まあ筋肉フェチ、これジム行ったらみんな筋肉フェチいそうだね。はい。でね、女の子のお腹が好き、ここね、だからチャンテルの内ももと同じ現象が起きてますね。やっぱお腹が好きってのはお腹が見れるっていうことは、やっぱ段階踏んでいかないと見れるところまで到達しないわけですよ。なのでお腹が好きっていうのはこのお守り現象と一緒ね、こう普段出てないものをこう見てみたいっていう欲ですね。うん、わかる。これについてまたねちょっと話していきたいな。チャンテルはビルとビルがこのすれ違うこの瞬間が好きっていうちょっと変なフェチ、あとは四角フェチ、箱フェチか、箱iPhone とかのケースってこうやって、ああちょっと今ないな、あるかな、ありましたありましたね、箱フェチ、ちゃんとる箱フェチでこう iPhone のこうケースあるじゃないですか、これってすごいぴったしだから、こう降りてくるときはわかる、これこういう感じ、これがね結構好きな人多いと思うんだよね、たまらなくこの感じ、ここがもうほんと計算尽くされてんのか、もうぴったしすぎて落ちてくるのがこうゆっくり、まあ、こういうの気持ち見てて、アップル製品の箱ってなんかこう取ってるよね、なんでだろう、なんかポイとは捨てれないよね。今度これも募集してみようかな、 iPhone の箱取っとく派、捨てる派、まあまあまあそういうことです。まあフェチって何でもいいんですよね、フェチって。あとちゃんてる何フェチだろうな、じゃビルでしょ、こうビルすれ違うフェチでしょ、で箱フェチでしょ、あとちゃんてるね素材フェチ、素材なんかね、紙袋とか、紙袋はもうさすがにないんだけど、こうコーヒーとかのスリーブってあるじゃないですか、外にこう熱くないように持つやつ、あれとか触るの大好きなのよ、なんかね素材フェチ、
もうすぐ物触っちゃう。物っていうか紙袋系ね、紙とか素材系、あの木材とかもうすぐ触っちゃう。触りたいフェチ。まあ今日はこんな感じか。大丈夫か、こんな楽しく。楽しいかな、楽しいかな。ピント合ってっかな、これ毎回そこればっか気になる。まあ今日はこんな感じかな。今後もチャンテルとフェチについて語りましょう。でね、ちょっといろいろ考えてますんで、チャンテル今後もこのチャンテルの独り言をよろしく。どっこい。それではさよなら。グッバイ。うわー、やっぱ家で撮るのは声気使うな。